サントテニスチャンネルの小野寺です。手塚です。鈴木です。今回はサントラボガットテンション50、30で貼ったらどうなるをお送りいたします。おい新しいですね。いってこう新しいです。いや久しぶりの検証ですねってこうの割にはおーい今回はサントラボガットテンション50、30で貼ったらどうなるをお送りいたします。ラケットセッティングで皆さんが悩みがちなのはガットテンションだと思うんですけど、今日はそんなガットテンションにまつわる検証を一つ行っていきたいと思います。縦糸に比べて横糸のテンションを数ポンド、まあだいたい一般的には 2,3 ポンド下げることによってボールの食いつきが良くなったりとか、あとはこうスピンがかけやすくなったりとかっていう効果があると言われてるんですけど、まあそれは本当なのかなっていうところを、今日はですね検証をしていきます。そして縦糸に比べてですね20ポンド縦50横30というすごく極端なテンション差でやればさらに食いつきが良くなったりスピン性能が向上したりするんではないかなっていうところもちょっと合わせて検証をしていきたいと思いますのでご覧いただければと思います。それでは手塚さんから詳しい検証内容のご説明をお願いします。はい、ちょっと久々の検証企画になりますね、うんうん、はい、なんでかっていうと準備が大変だからです同じラケット3本を用意したりとか、うん、ちょっとコートも使ったりとかするんで、まあ、ただ僕らの動画で結構検証の動画ってやっぱり人気があるので、まあ、登録者の皆さんもですねやっぱりちょっと見たいという思いもあると思いますので今回検証をご用意しました。で今回検証用にセッティングをしたのはこの3本になります。まず鈴木コーチが持っているものは縦横ともに50ポンドで張り上げたものです。そして、小野寺さんが持っているものこちらは縦を50ポンド横を48ポンドで張り上げたもので、最後私が持っているのが縦50横30というかなり極端なテンション差20ポンド差をつけたものの3本になっています。冒頭でもお話をしましたように、横糸を少しテンションを下げることによって食いつき感が出たりスピンがかかるっていうふうに言われてますので、まあ、それが果たして、どこまでなのか、まあ、そして一般的に2ポンド下げるっていうところが多いと思うんですけど、まあ、その2ポンドの差が果たしてはっきりとした差として感じることができるのか、まあ、それともそんなに違わないのかっていうところ、そして、まあ、20ポンド差をつけたら一体どうなってしまうのかっていうところをお楽しみにしていただければと思います。で、皆さんが実際に横糸のテンションを下げるとすれば、まあ、おそらく2から3ぐらいが一般的かと思うんですけど、今日単純にこの50と、30っていうのを用意したのは面白そうだからっていう理由です。で、まあ、ただそれだけだと皆さんがこの動画を見るにあたって参考にならない、実際にちょっとやらないセッティングにはなってしまうと思うので、まあ、なので、ここですね50-50と50-48この差に関しては、しっかりと例えば違いが出たりとか、ボールの軌道に差が出たりとかっていうところがあれば、まあ、皆さんも実際に張り替えの際にですね参考にしていただけると思いますので、ちょっとこれは少し お遊び的な要素が強く、でここはちょっとためになる検証かなと思いますので最後までご覧いただければと思います。でちなみになんですけど以前ガットテンションにまつわる話5000っていう動画を出した時に少しお話ししたんですけど、ラケットフレームっていうのはガットの張り合いによって結構変形する形が変わるんですよ。このフェイスの部分が、縦糸も横糸も結構強い力で引っ張りますので変形します。で今回はあくまでもこの動画の撮影用に特別に50-30という極端なこのテンション設定のラケットを用意したんですけど、一般的にこういうセッティングで張り上げを行うとやっぱりこうラケットが変形したりとか、まあ、最悪の場合破損してしまったりっていう原因になりますので、基本的には真似をしないでください。でまた今お話をした理由から例えば今日の動画を見て50-30めちゃくちゃいいじゃん、でもちょっとお店持ってってやってもらおうって言った場合もおそらくちょっとあまり極端なテンション差がある場合は断られたりとかっていうする可能性もありますので、ちょっとあらかじめご了承いただければと思います。さらにこの3本
実際に僕が貼り上げたんですけど、貼り上げた時にどれぐらいこう形が変わるのかを、メジャーで測ったんですよ。で、測る時にこのフェイスの縦の長さ、まあ、このフレームの内側から内側と横ですね、横の一番幅の広いところでそれぞれ長さを取ったんですけど、この50、30のラケットですね、数字で測った時に縦は全体で2ミリ縮んでます。2ミリ縮んで横には2ミリ広がっているので、まあ、本来のラケットの形よりもかなりこう丸に近づいたような感じですね。見てわかりますかね。わからない。わからないんで2ミリのさ、まあ、若干こうやって見比べてみて、よく見てみたら、あ、ちょっとこっちの方が横に膨らんでるかな、丸に近いかなっていうような感じになります。で、ちなみになんですよ、これを並べてテーブルの上とか平らなところに並べてこの差を見ると結構やっぱり横に実際にこう膨らんでるのを見て分かると思います。まあ、それぐらいやっぱり、まあ、変形するのでちょっと要注意と。で、そしてまたおそらくですけど、このラケットフレームが変形することによって打球感だったりとかってところに差が出ると、まあ、思いますので、ちょっと実際にそれをこの後ヒッティングで見ていきましょうか。はい、ヒッティングがすべて終了いたしました。それではまず50、30の感想、打ってみた感想から鈴木コーチからお願いします。どうでしたか？めちゃくちゃ柔らかかった。うん、確かに。なんかボレーとかスライス系が打ちやすかったかな。あと食いつき感がもうなんか半端なかったね。乗る感じ、そう、乗る感じがすごく合ってる。個人的には好きでした。じゃあやっぱりこう横を下げると食いつきが増すっていうところは、本当そうだね。だからそれくらい落としたらよりわかるね。もうこれは正直打った瞬間に違うっていうぐらい感じましたね。全然違うもん。すごい、だから乗り感がすごくてね、僕は気持ちが良くてすごく好きです。はい、ありがとうございます。手塚さんいかがでしたか？
そうですね、今鈴木コーチがおっしゃったように、まず食いつき感が出るっていうところの打球感の感想が一つと、僕に関しては結構ボールの軌道に差がついたかなと思います。持ち上がるんですよ、こっちの方が。まあ、この2本に比べてかなりボールの軌道が上がる、意識しなくても勝手に上上がっていってで落ちてくれる感じがあるので、まあ、スピンをかけるっていう意味では、まあ、ちょっと計測知識がないので、回転量自体が上がってるかどうかは正直わからないんですけど、ただこう高い弾道でっていうところを理想とするのであればいいんじゃない。正直皆さんには勧められないけど、めちゃくちゃいいんじゃないっていう、この50、30かかるなっていうのがありました。であとはその弾道の差について言えば、この50、30に関してはこう飛んでった弾道の一番高いところがより相手側に行ってるようなイメージでした。こっちの2本で打ったときは、まあ、ネットを通過する前後ぐらいでこの弾道のこの弧のピークが来てたんですけど、これに関しては結構相手側にピークが来てて、そこから落ちていくっていうイメージだったので、やっぱりこう飛び出しの弾道の違いで、まあ、それだけ相手コートでの、軌道だったりとか、ボールの、感じが変わってくるのかなっていうことで、すごく面白かったですし、これはちょっとやってみたいけどやりたくないという微妙な感じですけど、もうこれ意外とそのラケットの変形のっていうところがなければおすすめしたいなとは思いますけど、めちゃくちゃ面白かったです。はい、ありがとうございます、はい、じゃあ続いてなんですけれども、50-50 と50-48で打ち比べた感想を鈴木コーチからお願いします。50-50、50-48、まあ、でも確かに50-50の方が硬くは感じたけど、球離れが早い、バチンと弾くような感じですよね、うん、これはこれで好きかな、うん、こうライジングとか、うん、こうタターンってこう合わせるのはすごく打ちやすかったかな。これ若干の食いつき感があるから、まあ、これよりはもうちょっとノリ感があって、うん、でもね、やっぱこのボレーとかこうなんだろう、スライス系をやるんだったらやっぱりちょっとやっぱ横は落とした方がなんか乗ってる感が分かる、うん、そうですね、うん、スピンというよりは、まあ、スピンも分かるか、でもやっぱ食いつき感があるのはやっぱり横を落とした方がやっぱ2ポンドでも変わります、うん、変わると思う。あと音がちょっと高くなるよね、なんか50-50の。そうですね、縦横50の方が若干ですが、打った打球の方が少し高めに出るかと思いますね、うん、はい、そうだね、まあ、落とした方がいいよ。ちなみに3本の中で一番好きなのはこれかな。50-30かな、やっぱりそこですね。うん、やっぱ好きだね。はい、手塚さんいかがでしたか。そうですね、食いつく感じ、そして、まあ、若干柔らかいような感じもやっぱり出てます。で、まあ、それは、まあ、普段皆さんがよく耳にする、横落とすと、まあ、食いつきが良くなるっていうところの恩恵だと思いますね、うん、で、まあ、あとはちょっとガットが動いてる感じもこの、50-48 の方がしたので、まあ、やっぱりスピンのイメージも湧きやすいのかなっていう印象でしたね。なんでそもそもじゃあこの横糸をちょっと落とした方が、まあ、食いつきが良くなる、球乗り感が良くなる、回転がかかりやすくなるのかっていうと、縦糸のガットで基本的にテニスラケットでスピンをかけるんですよ。縦糸のガットがこう動いて戻るっていう動きでかけるんですけど、横糸ってその縦糸の動きをある程度テンションをかけることで抑えてる。で、抑えることによってこう極端に球があちこち行ったりばらつきをしないように制御したりっていう、まあ、効果があると思うんですけど、それをちょっと横糸のテンションを下げてあげる、抑える力を弱めることによってガットがちょっとこうたわむ、でたわむので食いつき感が出るし、まあ先ほど僕が言いましたけど、おそらくもう極端なテンション差であればちょっとボールが上がる感じになるのかなと思います。まあ、なので打球感としては乗る、食いつく、まあ、なので鈴木コーチがおっしゃったようにタッチ系のショットだったりとか、まあ、スライス系のショットだったりとかはいいのかなと思いますが、まあ、やっぱりここはでも良し悪しだと思うんですよね。良し悪し、そして好みだと思います。のでもともと割とやっぱフラット系であまり弾道を上げたくないとか、その弾く感覚が好きだっていう方は、まあ、縦横同じセッティングでいいのかな、
逆にもっとこう食いつきを出したいとか、まあ、今お持ちのラケットだったりとかガットのセッティングでちょっと弾く感じがどうしても出てしまってそれをちょっと抑えたいっていうのであれば横糸を少し落とすっていうのもセッティングとしては全然ありなのかなと思いました。ちなみに僕一番好きなのこれです。やっぱりうちながらこれいいなみんなこれですね、うん、53僕のタイプとしてはやっぱりこうストロークに関してはやっぱスピン系のちょっと高い弾道からっていう、ストロークなのでこれは勝手に上がってくれるからすごく楽、わざわざこう持ち上げなくてもいいかなっていう感じはあったので良かったです。まあ、だからパチンパチンと合わせていくんだったら50-50ちょっと球の時間食いつき感タッチが欲しいんだったらラケットが壊れてもいいしすごく持ち上がってほしいんだったら50-30みたいな感じですかね。はい、ちょっとこれはあれですけどこっちの2ポンド差のテンションに関してはぜひ、まあ、ちょっと一度お試しいただければと思います。はい、ということで、今回は縦横のストリングのテンション差についてちょっとテンションを行いましたけどいかがだったでしょうか。先ほども言いましたけど皆さんが試すんだったら 2-3 ポンドからやってください。これも前の重りの話とかもした時にも言ったんですよ、やりすぎ注意ですだんだんこうエスカレートしてやりすぎちゃうっていうことにもなりかねませんので、まあ、大体2ポンドから3ポンドラケットのフレームの変形とかダメージを考えるとその辺が出るのかなと思います。まあ、あとはどうしてもちょっとラケットのフレームによってストリングパターンだったりとかフェースの形によってですねあまり横裂けない方が良かったりとか、逆にもう横積極的に裂いてくださいねっていうラケットもあったりとかすると思うので、そのあたりはちょっとお近くのお店だったりとかストリンガーさん、スクールちょっとスクールのコーチで分かるかどうか分かんないんですけど、詳しい方にぜひ聞いていただければと思います。繰り返しになりますが極端なテンション差はフレーム痛める原因になりますのでご注意ください。どうしてもという場合は自己責任です。サントテニスチャンネルでは今回のような検証企画や最新の商品情報までテニスに関するさまざまな情報を発信しております。今回の動画が少しでも面白いなと思った方はぜひチャンネル登録をしてお待ちください。今回はサントラボガットテンション50-30で貼ったらどうなるを検証しました。また次回の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。ありがとうございました。